というわけで、オープニングはウイスキーハスキーベイビーでした。皆さんいかがお過ごしでしょうか。沖田博美のラムラムラジオ、あ、落ちちゃった、ごめんね、こっちのこと。沖田博美のラムラムラジオ、今週第73回ということでございまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。めっきり暖かくなりましてですね、春日和、もう桜なんかパッと咲いちゃうんじゃないかなって思うんだけども、まあ桜の前にね、寒桜っていうのぼちぼちね、まあ夜帰る時に見えるんだけど、すごく綺麗ですね、やっぱりね、梅の花みたいでね。で、ちょっとね、まあ
先週よりはまだいいんだけども、先週の放送はちょっと大変お聞き苦しい点を、お聞かせしまして申し訳ございません。だいぶ風は良くなりまして、お仕事も、ちょこちょこ、頑張っております。ただですね、本当にね、2月、よく世間的には日発という言いますが、2月、8月は不景、景気が悪い。なんていうかな、なぜかというとね、2月っていうのは正月明けでね、お年玉だ、旅行だ、いろいろ、休みがいろいろあって、長く長期の休みがあってさ、お正月休みとかがあって、そのお金を使うということで、みんなお金を持ってない2月っていうのはね。で、8月っていうのはお盆でね、またお盆も長期休暇でね、お金を使うわけでしょ。実家に帰ったりとか、帰省したりとかね。盆正月付近は、なかなか景気が悪いということで。で、僕の方もね、結構調子が悪くてですね、営業の成績の方がですね、で、今すごくね、お金がない。なんでお金がないかというと、僕はうっかりしてしまって、後回しにしてもいいやつをまとめて先払いしちゃったのね。まあ、いろいろ仕送りとかさ、あと、まあ、ちょっと前の税金とか、ちょっと溜まってたのがあったから、ババーって払っちゃったら、口座に金がなくなっちゃって、あ、やべえ！で、しかも、2月なんて、半月くらい休んじゃったから、俺、調子悪くて、ちょっとメンタル的なものがあってさ。で、今、これ、残り半月で頑張ろうなんてなってるんだけど、なかなか厳しくてですね、来月なんとか30万くらい売り上げないで、これ、もう俺、破綻しちゃうなって感じでね、本当にね、お金の苦労っていうのは嫌というほど、このたった、1ヶ月間で思い知らされたというかですね、本当にね、俺なんかはね、俺なんかはさ、ほら、自分で、音楽で、独立するんだって、こう、強い決意で臨んだわけでしょ。で、いや、どうしようかな、でも、バイトしようかな、でも、バイトしたイコール、なんか俺負けたっていう感じじゃないっていう、自分の中でこう葛藤があってさ、まあ、なんとかね、音楽だけでまだやってますけど、これどうしてもね、来月もこれ、売れなくて、なかなか売れなくて、まあ、最悪、来月も売り上げ、かんばしくなかったら借金しちゃうかもしんないね。うん。ただ、これはしょうがない。もう、ここまで来たらしょうがない。まあ、借金して、プラス、まあ、来月、ちょっとやばいかなって思ってた時点で、ちょっと、何か他の仕事をやろうかななんて思うんだけども、これね、でもね、そうね、まあ、一般の仕事をしてる方っていうのは、大体、給料の相場がわかるわけでしょ？で、出勤すればお金が、まあ、ある程度時給なり、日給なり発生するわけでしょ。で、まあ大体今月は月々このくらいだなっていう、計算ができるわけですよ。今月はまあ手取り15、6万くらいかなとかってね。でも、俺とかこう自営業の人って、まあこれ聞いてる人うなずいてると思うんだけども、いつ売り上げがなくなるかわからないというこの怖さね。うん。これは自分の腕がいい悪いとかっていうのも、調子がいい悪いっていうのも確かにあるかもしれない。しかし、その世の中の、こうね、そういう雰囲気ってあるじゃない？ちょっとさ、やっぱりさ、お客様側がな、欲しくないって言ったら、それはもう、マネー成立しないわけだから、商売がね。で、その駆け引きっていうのはすごく大変なわけで。で、最近ちょっとそうね、ここに行けば大体稼げるっていう、俺大体その、なんとかな、パターンを持ってたのね。この場所に行けば、このくらいは最低稼げるだろうっていうのが、今月は全然通用しなくてですね。まあ、あら、大変ですよ、もう。昨日なんかもひどかったもんね。もうどこ行ってもダメだったもんね。で、まあね、とりあえず、まあ、とりあえず、家賃、光熱費くらいは払えるけど、保険料とかやばいね。どうしようかな、でもほんとこんなに、お金の苦労したのはもう生まれて初めてかもしれない。で、人生最大の貧困です。で、もしこれを聞いてくださってる方いらっしゃいましたらバシバシ仕事ください。昼間の仕事でもいいし、何でもいい、まあ、音楽に関係する仕事ね。で、できれば俺は負けを認めたくない。そう、負けを認めたくない。絶対音楽で何とかしたい。こういう状況もね。だから、なるべくバイトなんかもしないで、ね。まあ、音楽で、まあ、来月、そうね、来月31日あるんだっけ ?3 月は。3月の、そうね、だから、そういうことですよ。このうち、まあ、あんま休めないよね。だから、1日1万円は、だいたい稼がないとっていう計算だからね。びっくりですよ。まあ、1万くらいは稼いでたんだけど、まあ、それだけで、また売れなくなると困るから、やっぱ、多めに設定しとかないとね。うん。という感じで。まあ、最近厳しいですが、頑張っております。さあ、じゃあ次はジェシカを聴いていただきましょう。久々に歌いますよ。はい、準備はいいですか皆さん。ジェシカです。
く君をこの手に抱いて、どうしようもなく君を溢れるほどに、どうしようもなく君を感じさせて、どうしようもなく君と奪い合って、お前でしか月の明かり映えて、お前でしか潮風が似合う人、お前でしか指の先まで強くの見合いにすると、魚のように君だけを愛してるよ、君だけを愛してるよ。横を向いて涙するの、なんとなくどうして頬杖つくの、なんとなくどうして口づけを止めるの、なんとなくどうして長い髪を切ったの、お前ジェスが濡れた瞳やルビー、お前ジェスがとろける白い肌、お前ジェスが夢を見たのは夏の影の厚い砂の上、感じるままに君だけを愛してるよ、君だけを愛してるよ。ジェシカをお送りいたしました。ということで、まあすごいね、まあこれ今自宅でね撮ってますけども、これ戸を閉めてると暑いくらいでございますな。まあ今日ポカポカ陽気なので、今日も楽しく仕事に行こうかなと思ってますけども、まあどうせ今日も降られるんだろうなと。今日日曜日なんてのは一番厳しいですからね。日月は本当にお客さん反応がよろしくない。まあでもまあ3月もうすぐですから、ちょっとずつテンション上げていかないといけないなと思ってますね。で3月は、27日に、所沢の、下安松っていうのかな、あの辺の住所、小金井街道、大公園とかがある通りがあるんですよ。小金井街道ね。の、松井公民館ってとこで、なんかお祭りかなんかがあるらしく、そこに呼ばれてるんですよ、僕は。ね。で、そこで歌いますから、誰かこれ聞いてくれてる人いたら、なんか見に来てね、お金持ってね。投げ銭して。もう、ほんと大変なんだってば、もう。まあ、来月の27日頃にはそこそこ金はあると思うんだけども、あると祈りたい。もう、俺はもう、家を出る前に金色の招き猫さんを玄関にずっと前から置いてあるけども、祈る気持ちで、今日も頑張って稼げますよねって、祈ってから行きますからですね、本当にもう自分の力だけではどうにしようもないっていうレベルまで来てるかもしれないね。だけども、頑張って、最後まで諦めず、粘り強く頑張っていこうと思うから、みんな応援してくれよな。今日別に喋ることないけどね。そうね。まあ、来月は、まあ、そうね。こっちの方は4月頃だっけ？お花見なんか始まるのは。
もうなんかさ、最近になってさ、もうここの、もう暖かくなってからさ、花粉症の人ってのはもう、そろそろやばいんだろうね。俺も花粉症じゃないんだけど、なんかね、先週からさ、ちょっと喉鼻がおかしくてですね、なんかもともとそういう、まあアレルギー体質ではあるんだけどね。で、まあちょっとこういう、まあ花粉症とかアレルギー持ってる方には、ちょっときつい、季節が来たのかなと、黄砂とかもね、吹くからね、だからマスクとかね、そういうのをね、ちゃんと着用して、まあ早めに病院に行ってなんかお薬もらっておくのもいいしね。うん、ちょっと、これからの、この季節に備えておくのも大切なのかなと思います。で、もう、春からね、ちょっとちょこちょこまた路上ライブの方も始めてみようかと思います。で、路上ライブは、まあ、いろいろやるにあたって、まあ、この放送を聞いてくれた人、もしね、リスナーの方いらっしゃいましたら、まあ、私の街にも僕の街にも来てくださいっていうね、何かそういう、お声をいただければすごく喜んでいきますので、まあ、別に投げ銭してくれとかそういうことは言わないから、とりあえず来てくださいっていうんだったらもう全然行くし、できるだけ僕からも会いに行くし、まあ、もうほんとね、寒くて行けないやって、言い訳はもう通用しなくなりますからね、もう暖かくなって。だから精力的に活動していこうかなと思ってますけどね。ということでじゃあ、もう一曲行こうかな。うん。じゃあ、さよならマリオネットあたり行ってみるか。今日歌中心で行くからね。うん。あと1、2曲で終わるけど。うん。じゃあ、さよならマリオネットね。少女は開けっぱなしのドアを見つめ嘆く明日はどれほど遠いのか踏み切れない長い階段誰かに教わった歩幅で退屈と憂鬱のリズムをさまよう心にパントマイムバラの形に心を切り取りもう立ち直れないほどの絶望の中君の地図は涙とかゲロに揺れて愛に臆病になりそうな朝の光にかかとすり合って心は歩き方を忘れてはいない誰かの悲しみ終わる頃誰かの悲しみ降り始め季節が巡れば思い出す傷跡にさよならマリオネット街でやどけしがおどけたチーク踊り続けて涙のカートル優しさを計り売りする窓辺に自由と安らぎを求めて楽しげな語らいの中でいつも笑顔で涙隠したさまよう心にバントマイム孤独の形に夜を切り取り繋いだ手のぬくもりだけで夜と朝の区別がつかなくなるそんなささやかな自由が欲しいから人は皆つまずきながらも歩いて行ける誰かと誰かが出会う頃誰かと誰かが別れて知らない夜だ
しぬくもりが欲しい、ああああ誰かの願いが叶う頃、誰かの儚い夢破れ、季節が巡れば思い出す傷跡に、さよならマリオネット、 さよならマリオネット、さよならマリオネット。はい、というわけでさよならマリオネットをお送りしましたですね。というわけで、まあ、もう一曲くらい歌えるか、うん、もう一曲歌って終わろう。で、もしね、この番組の、を聞いてくださっているリスナーの皆さん、もし、こんなことをやってほしいとか、こんな歌を歌ってほしいとか、なんかご意見ご要望がありましたら、どんどん、YouTube のコメントなんでもいいし、Twitter でツイートしてもらってもいいし、Facebook かなんかでアクセント取ってもらってもいいし、オキプロのホームページの、メールアドレスからメールを送っていただいてもいいし、どんな手段でもいいので、もしこんなことをやってほしいというのがあれば、どんどんご意見ご感、ご要望ご感想でもいいんで、お送りください。裸になるとかそういうのダメだよ。そういう下ネタ系はダメです。下ネタ系はなんとか頑張るけど、脱げとかそういうのはダメね。ちょっと、女性ファンが減るから。で、俺タチヒトシとかさ、ああいうことやるとさ、なんか女性ファンがどんどん減っていくような気がするんだけど、気のせいかね。なんか、YouTube のグラフィック見るとさ、女性ファンが毎月減ってるんだよね。せっかく増えたのにさ、ああいうことやんない方がいいのかなと思うんだけども。で、中にはさ、歌だけ歌っててっていうご意見もあってさ、まあ、それはそれですごく嬉しいよね、歌手としてはね。うん、ちょっとじゃあ、今日はね、ということで歌中心にしてみました。いかがでしたでしょうか？皆さんも、まあ、僕今すごく、きつい状況ですけど、まあ、こういうきついことを経験しとけば、後からね、すごく、ちょっと調子が良くなった時に、下の気持ちもわかるし、その調子いい時の気持ちもわかるってことで、その両極端の経験をしとくといいのかななんて思うのね。うん。まあ、まあ、今すごい底ねな感じなんだけど、まあ、どのくらい、これから登っていけるのか分かんないんだけども、まあ、登ったら登ったで、天狗にならずに、苦しかったことのことを思い出して無駄遣いをせず、ね、人を差別せず、なるべく下、自分より下から上がってくる人間は、手を貸し上げたいとか、ね、上の人には尊敬の念を、なんていうかな、敬意を表したりね、そういうふうになんか謙虚に、これからも生きていきたいな、人をいじめたりとか、弱い者いじめをしないとかね、うん、なるべく人の悪口批判を言わないとかね、その自分の中でルールがいろいろあって、だから、すごくね、みんなに好かれるような、余生よ、そこ。余生ってもう死ぬみたいな。まあ、もうちょっと頑張らして。あと、50くらいまでは生きさせてなんとか。50までになんとか成功するから、ちゃんとさ。いや、わかんねえけどさ。なんとかなるだろう、俺。そんな悪くないだろう、俺。って、自分で言い聞かせてます。最後何しよう、最後何歌う。最後シンガーソングライターでも歌って、今日終わっとくか。うん。本当にね、しょうもない男ですけど、いつも聞いてくれてる人、どうもありがとうね。本当に、その少数派ですけどね、そのちょこちょこと聞いてくれてる人がいるから、俺こうやってね、毎週毎週ね、きつい時もあるさ、それはもうやりたくないよっていう時はあるけどさ、でも、こう聞いてくれてる人がいると思えるからこそ、こうやって、体に鞭打って、ギター弾いて歌って、こうベラベラ喋ってるわけですな。うん。ありがたいことですから、そういう方、たった少数の人のためにでも、
ね、頑張ってこれからも歌って喋っていこう。ね。1を制するものは100を制す。100を制するものは1000を制すっていうことわざもありますが、俺今勝手に作ったんだけど、頑張っていこうと思います。シンガーソングライターを聞いて、今日はお別れしましょう。今日も聞いてくれてありがとう。愛してるよ。またね。一度しか言わないこっちを向いてよ。いつもの冗談とは違う、あらこの目を見て。僕は夜のバスでこの街を出るよ。君にも会うことはない、見送らなくてもいいさ。荷造りを終え階段を降りて、込み上げる寂しさと夢だけの熱い胸。歌うことだけが支え、歌うことに傷ついて、振り向くな立ち止まるな、もう迷いはしない。歌うことだけが全て、歌うことだけに生きる、もう迷いはしない。呼び止める人もここにはもういない、帰る場所はそうステージの上だけさ。拍手喝采の中いつか燃え尽きたい、スポットライトだけが僕の歩む道を照らす。階段を降りて、込み上げる寂しさと夢だけの熱い胸。歌うことだけを見つめ、歌うことだけを愛し、振り向くな立ち止まるな、もう迷いはしない。歌うことだけが全て、歌うことだけに